んにちは。網走生まれのニポネです。ニポポとクリオネから生まれました。ニポネ、よろしくお願いします。これから網走の観光についていろいろ紹介するから一緒に勉強しようね。私たちの住んでる網走は自然豊かな素晴らしい町なんだよね。海や山や川があって湖だってあるし、景色がとっても綺麗で水と空気が美味しいよね。冬は雪が降って海に流氷が来て寒くて大変だけど、春になったら雪が溶けて野山の草花が芽を出し、夏には花がいっぱい咲くんだよね。秋までに畑でいろいろな野菜が育って、海で美味しい魚がいっぱい取れるんだよ。